ックス奏者の孫岩城亮と申します。東京中心に演奏活動をしております。今日はですね、こちらヤマハの YDS150 についてお話をしていきたいと思います。まあ、こちら届いてだいたい2週間ぐらいになるんですけれども、まあ、ちょっと最初はいろんな違和感とか、そういったものを感じてたんですけれども、まあ、いろいろ試しながらですね、より生楽器に近い設定の方法っていうのを、まあ、なんとなく自分の中でちょっと見つけた気がするので、そちらをですね、ぜひ共有させてもらいたいと思います。やっぱり吹き心地だったりとか、指の反応の感じだったりとか、まあ実際の楽器とはちょっと違う部分も多いんですけれども、設定でですね、かなりリアルな楽器に近づけることができるというのが分かったので、ぜひですね、最後までご覧いただいて、参考にしていただけたらなと思います。というわけで早速行ってみましょう。本体の設定について、解説をしていきたいと思います。こちらがですね、設定画面になるんですけれども、これアプリ上の設定画面です。順番に解説をしていきたいと思います。まず最初のチューニングについてはですね、これまあ440が一応元の設定のままなんですけれども、これはまあ曲に合わせて変更すればいいかなと思いますので、例えばピアノでまあチューニングした時にどうなるかとか、まあ、カラオケの音源ですね、ピッチが一体どういう設定になってるかによって変えればいいかなと思うので、ここは別にそんなに大事じゃないかなと思います。で、次のキーの反応についてですね、これはですね、どれぐらいの自分のスピードに楽器が追いついてくるかという設定になります。まあ、例えばですね、これ一番大きい数字に持ってくるとめちゃくちゃ遅いです。思ってるよりも遅いです。なので僕はまあなるべく速い曲を俊敏に反応してほしいなと思いましたので、一番小さい0というのを設定してます。これまあかなりシビアで、例えばちょっと違うキーを押してしまったりするとすぐ違う音を拾ってしまうので、まあ、若干難しいんですけれども、ただですね、リアルな楽器の反応速度はこの0が一番近いんじゃないかなと思います。キーが軽い分ちょっとミスタッチも増えるんですけど、どんなに早く動かしても追いついてきてくれるので、まあ、例えば速い曲たくさん吹く方とかは、まあ、これ数字小さい方がよりリアルになるんじゃないかなと思います。まあ、特にですね、この左手のこのビスキーですね、ビスキーからドに行くとき、ここでなんかちょっと少し反応がいいときと悪いときがあるので、そこでまあちょっとチェックしていただくと分かりやすいかなと思います。で、次ですね、このオートパワーオフに関しては僕は全然いじってないです。まあ、電源別に自分で好きにオンオフすればいいかなと思ったのでそのままにしてるんですけど、まあここは好きなように設定してもらえたらいいかなと思います。で、次のリバーブに関してですね、これ僕今オフにしてるんですけれども、僕の場合例えば演奏の動画を作ろうと思ったらソフトの方でリバーブかけちゃうので、ここ特にオンにはしてないのと、練習してる時にずっとこう余韻が残ってると、まあちょっと耳が気になるというか、ずっと響いてる感じがしてちょっと変だったので僕はオフにしてしまいました。ただですね、例えばそのままプラグに挿してそのままアンプで演奏するだったりとか、人に聞かせたいとか思った時はですね、ぜひあのホールとかステージとかの設定に変えていただくとすごい気持ちいい、いい感じのリバーブがかかるので、こちらも特に吹奏感にはあまり影響はないので、お好きに設定してもらえたらいいかなと思います。次ですね、この息の抵抗感についてなんですけれども、これはですね、ちょっとこのリードの抵抗感っていうのとはまた少し違った感覚になりまして、例えばですね、この数字が大きくなるとですね、まあ抵抗感増えるんですけれども、息をですねたくさん入れても小さい音量しか出ないと、まあ、そういった設定になってます。なので抵抗感をまあ上げた状態で思いっきり吹くと大きい音出るんですけれども、まあ、めちゃくちゃ疲れちゃうんですね。で、逆に小さくするとちょっとの息でフォルテが出るっていう感じなので、まあ、僕はまあちょっと楽に練習したいなと思ったので、まあ、なるべく小さい2番っていうのにしてます。1だとまあちょっとすぐフォルテになってしまって、あんまりこうリアルな感じが出なかったので、まあ、2にしたんですけど、まあ3とか4とかでもお好きな感じで設定変えてもらえたらいいかなと思うんですけれども、まあ、小さい方がよりまあ疲れずに演奏ができるという項目になります。でですね、次がですね、僕なりには結構大事かなと思うところでして、息の反応という項目なんですけれども、
これはですね、息を入れてからどれぐらいのタイム感で音が出るかっていうことの設定になるんですけれども、例えばこれ1とかにするとですね、すぐ音が出ます。ちょっと息入れただけですぐ音が出ちゃうので、キレが悪くなるっていうような感じですかね。リアルの楽器だとですね、リードが振動するまでにちょっとラグがありますよね。リードが反応するだけの息量を入れてあげないと音がしないんですけれども、その感覚っていうのをこの設定で再現することができます。10番にしておくとすぐには音出ないんですね。ちょっと息量を増やさないと音が出ないので、ちょっとキレが良くなるっていう感じですね。吹いててその少し抵抗感が生まれるので、ちょっと詰まり感っていうんですかね、出るまでのラグみたいなのを感じることができるので、非常にですねこの設定重要だなと思いました。これ最大値10までしかないので、ちょっとこれで足りないっていう人は息の抵抗感の方ですね、数値上げていただくと、少しまたリアルな感じになってくるんじゃないかなと思うんですけれども、これは結構僕的にはかなり満足してる設定になってます。楽器をチェンジしてもすごい気持ちよく演奏できたので、ぜひ試していただきたいなと思います。でですね、この一番最後、このボイス選択ショートカットっていうのは非常に面白い機能でですね、これはですねコマンドを入力することで一瞬で楽器を切り替えることができます。本来であればですね、この裏面のですね、この音色の選択ボタンを押してあげると、こんな感じでギュギュと音を変えることができるんですけれども、なんせたくさん音が入ってるんで、例えばバリトンを吹いてからソプラノを吹こうと思うと結構ビビビビビとボタンを押さなきゃいけないんですけれども、あらかじめ音色を設定しておけばコマンドを入力することで、すぐにですね音を切り替えることができます。こちらの設定についてですね、ちょっと解説をしていきたいと思います。ではですね、早速このボイス選択ショートカットっていうのを使っていきたいんですけれども、これを使う前にですね、まずユーザーボイスというのを設定する必要があります。これをですね、オリジナルで自分で好きな音色を設定できる機能なんですけれども、アプリの画面だとこんな感じになりますね。このボイスっていうタブを選択していただくと、こんな感じで何種類も音色出てきて、一番最初選択していただくとこんな感じの画面になりますね。ボイスの選択っていうのを見ていただくとですね、このボイスグループっていうのがあるんですけれども、これで楽器の種類を決めることができます。ひとまずアルトサックスで設定していきたいと思います。でさらにその下にプリセットっていうのがありますよね。これで元になるプリセットの音色っていうのを設定することができます。これ何でもいいんですけれども、アルトサックス2とかにしておきましょうか。でさらにですね、そのまま降りていくとですね、それぞれボリュームだったりとかエフェクトのタイプとか、こういうの決められるんですけれども、これ特にそんなにいじんなくてもですね、もともとプリセットの音色があるので、こちらは特に気にしなくていいかなと思います。普通のアルトサックスの音色を設定しました。タブ1個戻っていただいて、そこからですね2番を選択していただきます。こっちにですね、またちょっと違うアルトサックスの音色をはめていきたいと思います。さっきと同じ感じでボイスグループはアルトサックスにしていただいて、プリセットボイスのところですね、アルトサックス6番のファンキーっていうのを、入れてみたいと思います。そうするとですね、このユーザーボイスっていうのの、2つ目がですねファンキーのアルトサックスになったということですね。これで何ができるかというとですね、演奏中に普通のサックスの音色とファンキーなサックスの音色っていうのを同時に使えるということですね。ではじゃあ実際どうやって切り替えたらいいのかというところなんですけれども、ロー A を押しながらこのサイドキーですね、一番下ですね、 TA ですね、これを押していただくと、こんな感じで、画面が切り替わってますよね。このユーザー1っていうのがさっき選択したノーマルなアルトサックスの音色ですね。でこの2っていうのがですね、さっきのファンキーな、サックスです。これ押し進めていくとどんどん3456と数字が増えていく感じですね。で逆にですね、このサイドキーの、真ん中ですね、この TC のキーを押していただくと戻っていくという感じですね。でこれを使うとですね、一瞬で音色を切り替えることができるので、非常に、面白い演奏ができるかなと思います。ではですね、ちょっと普通のサックスの音色とファンキーなサックスの音色、切り替えたらどんな感じになるか、聞いていただきたいと思います。
はい、ということでいかがでしょうか。こんな感じでですね、一瞬で音色を切り替えることができます。これはですね、例えば1番にアルトサックスを入れといて2番にバリトンサックスを入れたりするとですね、実際にはありえないような一瞬で持ち帰ることができたりですね、非常に演奏の幅広がるので、ぜひですね試していただきたいなと思います。まあ、ちょっと慣れるまではちょっとこのコマンド入力っていうのが少し難しいかもしれないんですけれども、慣れてくるともう本当に一瞬でパッパッパッと切り替えることができるんで、ぜひですね、遊んでみていただきたいと思います。はい、というわけでいかがでしたでしょうか。今日はですね、おすすめの設定というのをご紹介させていただきました。まあ、水槽感だったりキーの反応ですね、切り替えるだけで非常に使いやすくなりますし、それがまあアプリ上でできるっていうのが非常に魅力的ですよね。この楽器本当にまだまだですね、掘っていくと、たくさん楽しい遊び方見つかるかなと思いますので、ぜひですね今後の動画も楽しみにしていただけたらと思います。というわけで、今日の動画ここまでになりますが、良かったと思っていただけましたら高評価とチャンネル登録をぜひよろしくお願いします。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。